戻ってきました。こちらに。なんでここに来たかっていうと、ヤングのカードが、まあ、ないんですよ。なんでないのかっていうと、現実に戻るっていう、あったじゃないですか。よく考えたら、カードを取った後に、セーブをせずに、間違えた。セーブをせずに、タイトル画面に戻ってしまったので、取ってないのと同じことなんですよ。なので、もう一回、ちゃんと取りに行くと。ここで現実に戻ってはいけない。ここでネクサスに戻ろう。さあカードが47枚、あと1枚ですよ。でもね、こっちがまだ集まってないんだよね。ん？こっか、赤青、あと何色だ、赤緑青か黄色か、そこら辺か。それとももう一色あるかな。まあいいや、とりあえずまだこんだけ残ってるんで、骨が折れるな。うろうろしよっと。お、手振ってる。おーい、おー、見逃してた。ここは、おーっと、バグマップ。一度ビーチは来たんだけどね、すっかりここは見落としていたな。こんにちは、マービン。おー、マービンじゃないか。お、やや。ジャスティン、どこだろう、ビバ？この辺にはボトルロケットはないみたいだね。あれか、中に手紙を入れて、ボシャーンってして、どんぶらこっこして誰かに届くって、あれのことかな。違うか、ボトルロケットだからペットボトルロケットのことか。夏休みの工作とかでやるような。これだけか。お？カードじゃないか。犬？子猫か。可愛いけど役には立たない。何言ってんだ、役に立つぞ子猫の像は。いろんなことに。おお、うお、来たけど惜しい。もう一マス右から入らないと。こんなところうろうろしてさ、海のマップがまだ、バグマップじゃない、海のマップまだあるから、いろいろ見てたけど、ちょっとちょっとここ覚えとこ。またずれた。うわー、惜しい。やっと取れた。あおー、あおー、青色だ。ここはサーカスのあれがあったマップだね。お？あー、これか。頑張りジャンプでも届かなかったとこ。この先に？ん？普通に来れる場所だけど、頑張りマップの、頑張りマップってなんだ？この上んとことかどうだ？なんかあるかな？おっと、普通に繋がってるだけか。あ、でもこの上、なんかありそうかな。お？なんだなんだ、祭壇？しかし、詰まったぞ。なんだいこれは。4つの炎が。で、真ん中に穴が開いてるけど、何の意味もないね。増えた。実体と虚像があるぞ。ほう、このくぼみからあそこに行けますよって。やっぱくぼみはあれだね、何かありますよゾーンだね。これはあれだね、ボスを倒した後で進めないぞってなったとこだけど、相変わらずこういうやつの何なんだろうね、この意味のない小部屋。こうか。はい、詰まりました。
悲しい現場に来てしまったな。よう。お？ここはまだ来てない。うん。しかもここ入れ替えでなんとかどうにかこうにかできそうな。お金がある。これし、お金っぽくない？あ、取れない。で、ここにうんこあるんだけど。これうんこじゃないか。岩に見えるけど、これはうんこですよね。これは何かと聞かれた場合、これはうんこですよね。で、これは宝箱、いや、うんこですね。ほら、うんこじゃん。巻いて巻いて。うんこだね。ひどいな。お、さらに進む階段？どこに行く？は？は？お、音楽が違うってか、かっけえってか、怖い。うんこ、ちょっと待って、今んとこってこれ、どこ繋がってんの？いやいやいや、わかんないでしょ、そんなの。こっち側なんかある。お、お、お、ちょっと、わな、わなだった。なんかみんなには内緒だようで、お金のあるマップっぽかったけど。これはなんだ、初めて見る敵だぞ。爆弾じゃないか。来福軍と見せかけた爆弾。来んな。来んな。えい。お、お、熱い。お、おっとっと、新しいタイプの。トゲトゲ。大文字焼きしてる。なにこれ、怖いでしょ。肉片飛び散ってるし。スライムと同じ感じなんだろうけど。わあ。なんか今まで出てきた敵の、なんだろう。互換バージョンというか。グラフィックが違うだけ？ここは何だろう？何が違うんだこのマップ。てかここを通る必要ないんだろうな、もう。だってもうあそこの宝箱取っちゃったし、このコインは特に関係ないしね。47枚集まったんで、この先のあの扉のところ開けに行きましょうか。もうちょい先だけかな。来たねー、47枚。開いたーカードが反応しているとかそういうんじゃないな。シンプルだな。なんだいここは。暗いよ。怖いよ。なんかあるね。入れ替えできません。うわあ、もう入れ替えのできないヤングなんて、入れ替えができないヤングなんてあれだよ。麺の入っていないカップ焼きそばのような、火薬のキャベツのみでお楽しみくださいな、そんなヤングだよ。入れ替えできない。ん？おお、移動区域。お？違うか。なんか入れそうでもなかった。ここはネクサスじゃないか？入れ替えできません。じゃあせめて武器にしとこう。飛び込もう。うわあ、なんだこれ。ちょっと、なんか嫌な気分。どうせ似たような感じなんだろう、こっちも。お！ 49 枚？え？ちょっと待って。まあ、まず岩。本当に惜しかったんだ。ああ、もしも、何台で入れ替えできないんでしょ、ここ。だから、あの、右んとこにも行けないというか、入れ替えができたら、ここのね。てか、カードって、ねえ、ここが入っても48枚でしょ？ 5 があるってこと、もしかして。49って、いつ終わるんだ、このゲーム。全く見当がつかない。お？
おおおおお。ここは入れ替えできんのかな。ごめんなさい。ああ、謝られちゃった。まあ、謝られちゃったら、おっと、ぷーん。しょうがないよな。なんだこれ。ん？ん？ん？デバッグワールドへようこそ。ここはザランドではないので、ゲームのストーリーとは9割方関係ないけれど、ゆっくりしていってね。マップのタイルセットが完成するまでは、こういう仮タイルでマップを仮組みしていたんだ。このゲームのダンジョンは、実は全部そうやって仮組みして、それからジョンが本番用タイルで置き換えていったんだよ。はあ、なるほど。なるほどね。じゃあどっかのダンジョンと似た構造になってるのかな。この、なんだろう。おっと、沈む沈む。仮組み状態なだけであって、わかんねえな。まあ、とりあえず緑のが壁ってことで、このうにょうにょしてんのが水のとこでしょ。あれ、さっきここら辺から、入れ替えできないんでしょ。ごめんなさいだもんね。とりあえず上行くか。お？楽しいだけじゃん。これポチャポチャで、これはあの流れのある水でしょ。これはファーかな？ファー。ピンクなんだろう。ん？なんだろうこれ。何のマップなのかな、完成状態は。で、ホコリがあるでしょ。ホコリはそのままだね。わあ、うおお、なになに、ちょっと混ぜて。うおー、うおー、落ちろ。あ、落ちない。この人たちはほんと謎だな。あ、おっと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 、そんなところに出ちゃった、出ちゃった、危ない。これも、あ、でもここ水のところがあるから、こっからホコリを持ってってね。上はどんな感じだ？なんだなんだなんだ。ジュークボックス。お。何個まであんだ？お、これはあのミトラが現れた時の。ああ、ここ好きなんだよな。確か山の音楽かな。ここはあの風車の動かした時の、これはねゾワッときたね。いい意味の。このミュージックもいい。ただ単にホラーな音楽じゃなくて、ゾワッてくる感じのやつはすごいよね。おっと、ブライア戦エンディング。あー、こんな感じか。 SFX。これは効果音ってことか。おお。何しよっかな。これでいく。これ好き。これは人だったか。音楽好きならターミナルに話しかけてみよう。好きだよ。痛いの好きなら南へ行ってみよう。M なら下へ行けってことか。他は？一気にダンジョンというか、お、石碑。
最初は敵を倒すと鍵を手に入れられたんだけど、結局ボツにしたんだ。ほう、それなりに気に入っていたんだけど。他にもチャレンジゲートっていうアイデアあったんだ。これはダメージを食らわずに試練をクリアできた時だけ開くってやつだったっけ。あー、なるほど。一時は全部のダンジョンにつけて HP をなくしちゃおうかみたいな話もあったんだけど、結局難易度が高すぎてダメになったんだ。あー、ここら辺は本当ボツ案が。なんだなんだなんだ。 SLO、 これなんだろう。これも全部仮組のなんかなのか。これはいろんなタイルのレイヤーとかコリジョンを試したところ、一方通行、アクセラレータタイルを両サイドに置いたりしていじってたんだけど、うまくいかなかったからボツにしたとかだった気がする。これを使わなかったのはデザインをシンプルにしたからなんだ。ゲームを完成させるには大事なことだったんだよ。なるほどね。いいな、こういう制作秘話みたいなとこが見れるの楽しい。オーバーなんて書いたんだ。おーっと、これはダッシュマップ、 J フラッシュピストンマッハパンチ打つやつか。 JJJJ がいっぱいいる。 JJJ それじゃないよね。進めないんだけど。うん、他ないかな進めるとこ。なんだい、これはカードゲートの仮アニメーション。カードゲート、ん、形的にあの赤くて四角いやつに似てるけど、として使ってたものなんだ。近づいたり離れたりするとゲートが開いたり閉じたりするよ。へえ。もうびっくりした。なんだいなんだい。ほほうほほうほう、カードのアニメーションってことか。手に入れた時にね、いろいろあったから。ん？ん？閉じてるね。チャプ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 。そしてローラーが、ローラーが、なんてこったなんてこったなんてこった。うおー、まだまだ俺の前に立ちはだかるか。ローラーギリギリ危なかった。そして雲が、雲じゃない、コウモリが俺の邪魔をする。待て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 、落ち着け。話を聞こう。話を聞こうってなんだ。おーし、こ落ちる。しかしコウモリはいなくなったので飛べるか。おー、いけたいけた。こうしちゃえばよかった。ほほ、あー落ちそう。これは落とされそうだ。もう急いで行っちゃった方がいいかな。落ち着け落ち着け、おちんこ。あ、違う。急げ、プチゴリ押し。そしてこれ何めっちゃ急げってこと。ほこりなんてないよ、もう。どうしろってのこれ。ここで危ない、回収して。難しい。いいよ急げ。待て、落ち着け。危なかったわ。難しいよ。一応下もいけそうだね。カードきたー。48枚目。でももう1枚必要なんでしょ。ここまでの道のり見てたよ君、面白いね。あ、動画見てくれたってことですか。ありがとうございます。そういうことよ。ここは牢屋です。お、捕まってしまった。まだダンジョンあるのか、怖いよ。でもここをクリアしたらもう1枚49枚目が手に入るってことかな。
おお、宝箱ありそうだね。カード、よっ、ここは頑張りジャンプでいっちゃうか。よし、白ん、あ、これか、白色だ。おう、まだある。おっと、バグマップ、ここはどこ。でもここをこうしてこうやって進むのがある意味正規ルートと。しかしここ何もないぞ。さっきのとこだね。バグマップをぐるっと使ってどこかに、もう今度はこれすら、普通はあのバグマップ、こういうマップってもうここ以上は行っても何もないですよっていう、そういう感じのね、ある意味印的なとこだったんだけど、それですらなく、もうこれも利用しろっていうことになってきたかな。こっち進んでみる？おお、多分ワンワンを倒せば。やめろやめろやめろ。タイルを立たれてるっていうか、なんだここ、正解これ多分どれをやっても OK なのかな。生首、この人だ。いやいや、見つかっちゃったね。まあ僕はここに残るよ。外は寒いしね。部屋が汚いのは勘弁してね。この辺は僕が。ダメん、マップエディターで、エディターで作ったんだ。あと、このゲームは、フラッシュデベロッピ、デベロッ、フラッシュデベロップ IDE と、フリッセル、ツールの名前かな。A3 フレームワークを使って作ったよ。あと、音楽は主に、ポニャラーラ、カンターラで、時々、オーダーシティを、お、聞き慣れた名前だ。使って、作ったかな。僕は周りのコンピューターから出る放射線から栄養を取ってるんだ。すごいな。ん？取ってるんだん。それは生物学的に正しくないってどういうこと？いや、母さん、それから父さんも。このゲーム20分でクリアする方法知りたい？いや、俺じっくり楽しむんでいいです。もう俺何時間やってんだ？十何時間はやってんじゃないか。そりゃ教えらんないな。まあね。丁寧に聞かれたら別かもだけど。もしよろしければ、私めに攻略情報を教えてはいただけないでしょうかそういう感じか。13時間か。これは早いんだか遅いんだかよくわからんが。もう一人だ。メガネっ子がいる。そして着いたね。これもしかして制作のショーンさんとジョンさんなのかな。生首。おお、やーやー、このゲームのセリフは大体僕がガリガリ書きまくったんだよ。このセリフ、おお、なになに、見切れてた、はみ出てたよ。なんて書いてあったな。このゲームのアートはアドビーフォトショップ、こういうの使って作りましたよってことか。ここが気になる。なんて書いてあんの？で？うわー、見つかった。やべえ、見つかった。見つかっちゃいけなかったのかい？あとなんだろうね。パターン的に他の色の四角いやつかな？ここら辺も。しかし他は何があるんだろう？ん？ふわふわ落としてる。なん、気持ち悪いから。カードじゃない。カードが欲しい。49枚目。
もしかしたらこれ全部集めたら49枚目になるとかそういうのないよね。あとどこだろう。ほう、攻略情報が欲しい。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯、スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。